やったさー。今日は2020年の令和2年8月3日の月曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そしてアノニマスです。はい、というわけで今日は何の日だ。まあ相も変わらず食い物でございます。今日はハモの日です。神奈川県根津市の株式会社大新水産が制定、大新でいいのかな。またハモの日本有数の生産産地である徳島県漁業組合連合会が制定。珍しいね、2つだ。日付は8月3日でハミと読む語呂合わせ。関東地方では、関西地方ではハモをハミと呼ぶことから、記念日は徳島県漁業協同組合連合会が制定した。ハモの日として一般社団法人日本記念日協会により認定登録もされております。ハモの語源ってのは、鋭い歯と強い顎を象徴するハムとかハミがなまってハモって呼ばれてるようになったと。ちなみにハモの漢字は魚辺に豊でハモ。この時期はハモが最も美味しい時で、ハモをもっと食べてもらいたいとの思いが込められております。というわけで今日8月3日誕生日の有名人になります。これはもうアノニマスだな。マーティン・シーン。マーティン・シーンね。はい、地獄の黙示録。あ、やはり出ましたか。ウィラード大だよね。どういうストーリーなの。それよりもマーティン・シーンの息子はチャーリー・シーンで、お騒がせ俳優です。あ、そうだね。で、エミリオ・エステベスも息子だし、マーティン・シーンはザ・ホワイトハウスっていうのに出てて、すごくいい役してますよ。ああ、なるほど。というわけで今日8月3日誕生日の歴史上人物になります。珍しく2人です。1人目、伊達政宗です。まあ有名なんでも皆さん知ってると思いますけど、戦国大名ですね。伊達氏の17代目の当主で、仙台藩の初代藩主。まあ方相、天然痘で右目を失明してるので、独眼竜っていうあだ名が後世ついたっていう人です。で、あともう一人、豊臣秀頼です。まあ今日二人とも戦国だね。安土桃山から江戸時代にかけての大名、太閤豊臣秀吉の三男です。浅井長政の娘で織田信長の姪である、まあチャチャからしたら次男になりますね。ちなみに幼名は広いって言います。というわけで8月3日誕生日のアニメ漫画キャラクターになります。これまた2人なんだけど、どっちも守ですね。1人目、日暮らしの泣く頃にの赤坂守です。結構初期から出てくる人なんだけど、最後あたり超頼もしくなる人で、もう一人は美少女戦士セーラームーンから千葉守。もう途中からなんか使えなくなるお助けキャラクターというわけで今日8月3日誕生日の方、おめでとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。